はい、一応ね、ちょっと一回工場に戻って、工具と、あと、一応ね、バッテリーのブースター持ってきました。まあ、燃料は燃料でね、もう一回ダメ元でやってみます。で、あとスイッチのね、抵抗とか測って、スイッチが機能してるかどうかも測ります。それでダメだったらね、ちょっと工具を使って、バラすようだね。あの、スターターの鍵のところのスイッチとか、ちょっとね、大掛かりになるそうです。なりそうです。どっちかっていうと、この、メカニック関連がね、やばい。この青空整備っていうのはなおさらやばいな。暑いし。じゃあ早速ね、やっていきましょう。まずは抵抗を測ってからだね。はい、今ね、ちょっとここの配線外して、抵抗ね、測ってみました。まあ、ここね、プラスとマイナス、こう当てて。で、オームで何オームあるかね、ちょっと、さっき測ったら、スイッチは大丈夫みたいだね。あとは、ここまで電源が来るかどうかだね。こっちもね、一回挿した状態で、スイッチ入れてみます。で、いいかな、これ一人で。うちの親父が来るの待った方がいいかもしれないけど、一回試しやってみます。はい、ちょっとね、点検するのには、ここのスイッチをね、こう、オンにした状態で、あそこまで電源が来てるかどうかをね、見なきゃなんないんだけど、さすがにね、届かないんで、うちの母ちゃんが来るのをね、ちょっと待ちたいと思います。こうやってる間にあっちに電気が、テスターに電気が来てるかどうかを見なきゃなんないんだけど、ちょっとね、無理なんでね、下を押さえとくと。なんで今、うちの母ちゃんがね、向こうから向かってきます。めっちゃ遠いけど。どこだ今、あそこ。この辺り動いてんのかな、どこに行くか分かんない、カメラだと。ん？これか？これっぽいな。多分これだと思うね。あ、結構望遠はめっちゃ、それ持ってこなくてもいいんだけど、今こっちにね向かってます。うちの母ちゃんがこんな望遠になるの、これめっちゃ遠い。もうしぶしぶ歩ってるね。めんどくせえな、みたいな感じで。これもちょっと田植えをやるためなんで、申し訳ないが、少し頑張って歩ってもらいましょう。もう見える距離なんで、まあ大体こんぐらい。こんな感じなんで、ここまでだね。ちょっとローダーで来ちゃったんでね、あそこまで入っていけないんで、田んぼ道なんで。ちょっとね、こっちまで来てもらうしかないです。そうね、今歩ってるんで、もうちょっとね、待ってください。あ、今あの辺りかな。あと多分600メーターぐらいだ。はい、じゃちょっとね、たどり着くまでもうちょい待ちください。多分そろそろ来るんで、来たらやります。外してみよう。はい、じゃあね、早速やっていきましょう。じゃあ回して。なんか電車あったかな。あそこに乗って。スターターのとこ回しとくだけでいいから。はい、じゃあちょっとね、オンにしてやってみよう。
ました。回してる。回してる。はい。はい。もう一回回してる。はい。はい、回してる。電気は？電気が来てねえんだねえの？電気が。回してる。はい。電気が来てねえな。だって。な？あれだこれ。あれだ。ちょっとね、電圧調べたんですが、スイッチまでまず電気がね、来てないということは、この鍵の方だね、こっちの方をちょっとね、バラして見てみます。はい、ではね、今度このスイッチの裏側をね、まずこの辺りちょっと外して、裏側のね、あのスイッチのところにまで電気が来てるかどうか、あとこの、ここ緩めんのが、そこのヒューズもちょっとね、見てみます。これ取れねえわ。一回折れちゃっていい。なんだ。それもなくて、せーの。はい。ちょっと一回試しにここのヒューズ見てみます。すごいヒューズがあるのか。ヒューズはあるけど、このヒューズは大丈夫だね。こう見ると切れてる様子はねないです。大丈夫だね。ヒューズは大丈夫。ヒューズとか電気回りだわな。これは戻して。ちょっとね、この辺りのネジを外して見てみましょう。やっぱね、このスイッチが怪しいんで、モンキーでね、あれ、ダメだ、サイズが、これよりでかいモンキー。お父ちゃんに電話して、でかいモンキー持ってきてもらって。ダメだ、でかいモンキーが必要だな。それよ、合格して。合格して。ちょっとね、これ外したんだけど、カバーを前に外れました。で、この多分ユニッションのコネクターか、このコネクターか、もしくはこのスイッチのコネクターだ。そのあたりが怪しいです。そこまで電気が来てるかどうかをまず調べるようだ。ちょっとね、外していきましょう。ちょっと、モンキーがうちの親父が持ってくるまで、ちょっと待ってください。電話が分かんないよな。ちょっとね、あと、スターターを回したときに、この、スターターのとこまでね、電気が来てるかどうかもね、念のため見ときます。これで来てればスターターの問題だね。来てなければ配線の問題ということになります。ちょっとね、うちの母ちゃんに回してもらいましょう。はい、ちょっとね、今何の気なしにここね、触ったら、なんとね、これが、ここのスターターの配線、これがね、ぶち切れてました。これが原因だね。これが多分原因だね。直さなきゃなんね。とりあえずこれをね、ちょっとね、繋いで直してからもう一回エンジンかけたいと思います。これが原因だね。スターターのあれがし。スターターの振動で切れたんだかもしれない。じゃあちょっとね、直していきましょう。普通ってダメになったの。はい。じゃあね、今、配線の方を繋ぎ直しました。ちょっとね、一回試しにエンジンかけてもらいましょう。どれエンジンかけてみよう。はい。一回かけてみよう。4メーター50もかかる。赤くいいんだわ、4メーター50。花粉症な。花粉大丈夫。大丈夫。な、クラッチも繋いでしょ。ネジがあったの。クラッチみんな直して、ここ締めだかな。ん？これ締めだ、緩めたやつ。まだ。締まってねえのこれ。大丈夫、まだ。ん？花粉症だ。ダメだこれ。それ大丈夫。いい、とりあえずいいから、一回エンジンかけてます。そっちはそのままでいい。はい。行くよ。はい、回して。あれ、かゆいとこだろ。回してない。多分大丈夫。これでダメだと。行くよ。よ。かかんね。よし。よ、回して。かかんね。かかんね。うん。他もダメだね。かかんね。一回好きじゃないのか。そっちも。ランプつかねえか、まだ。ランプもつかねえ。お前電気来てるかどうか、うん、見てみるか。調べてみて。これも外してくれ。はい。外してくから。オンにしとかなきゃダメ？オンにする？すでにそこまで来てねえんだ、絶対さ。来てる様子ねえもん。はい、オンにして。回して、はい、これ回してる。
回ったな。今これ足グンと踏んだの。いやだ、そんな踏んでなきゃダメだから。はい、回して。踏んでんの。踏んで回してんの。うん。んもう一回。クラニュートラルになってるでしょ、まさか。ニュートラルになってるよ。接触は、あ、ここだな。もう一回回して。こっち前し、下も切れてるのかな。一箇所切れてるっつうことは、そう、他のとこも傷んでるわな。可能性はある。とりあえずこれでもう一回かけてみる。納豆がごまかしてな。うん。とりあえずエンジンかかったんで、これでまたカウェイを、ね、再開したいと思います。じゃあちょっと一回戻しちゃいます。あの外したとき、ネジ外しちゃうから、ちょっとね、直してからもう一回ね、カウェイ再開します、はい、それでは、バイバイ。よかったよかった、やっぱりこれだ。はい、ついでにね、この接点復活スプレーで、あの接触不良になりそうなとこね、あのコネクターとか一応塗ってきます。はい、ようやくね田植え機が直ったんで、ここね空いてるところね田植えやっちゃいます。稲を入れてね、隙間だけ植えて終わりです。ここはあともうあとに別の田んぼがあるんで、そっちにね移動していきます。じゃあこれにね苗を入れていきます。ちょっと待って、苗入れるよ。